プレミアリーグ、今季の5戦11回中ブライトンが最大の3回な模様。3回って3試合分ってだけで、先週の試合では5回5審ありましたよね。うち得点に直結するような三笘、ウェルベックのゴール取り消し、2回の PK スルー。5審が11回じゃなくて誤った回数が11回なのでは？5審自体はもっとあるでしょうに。レベルの問題というより、明らかに悪意忖度。三笘選手がかけられた場面も、主審は適切なポジションを取っていた、かかったのが分かったから、VAR を介入させなかった。ノーファウルが正しい判定で、判断に誤りはないのもとで、VAR 介入してしまうと、ハンドの判定で取り消した三笘選手のプレートの兼ね合いで、PK を取らざるを得ないだろうと。悪意かとってナムへの忖度しかないな。サッカーも野球と同じように、リクエスト制度を導入すべき。選手、監督、ファンにとって、納得のいく方法に改善しないと、誤審の被害は止まらず、後味の悪い試合が増え続ける。ひいき目で見てもおかしすぎる話ですね。おそらく買収されたか、様々な可能性を含め正式な調査が必要ではないでしょうか？このままでいくとあの結果が数十億から数百億単位の利益や損失を生み出すこととなるのは明白。奇妙な力が働いているとしか思えません。正直、ブライトンもプレミア歴短いし、場所柄かな？穏やかなファンが多くて、ありえないレベルの誤審が起こってるのに、全然騒いでないってのもあるよ。今回と同じこと逆にスパーズがやられてたら、彼らはクラブだけじゃなくてファン OB あらゆる手を使って大騒ぎしてるよ。同じ会社に3回も致命的なミスして謝るだけで許されるなら、めっちゃいい環境だよな。俺ら社会人がやったらクビなのに。救済措置はないのか？ミスを認めて謝罪するだけでは不公平だろ。素直に人種差別と言えばいいのに。11回って、ブライトン以外にもそんなに謝られてたのか。プレミアの洗礼とはいえひどいな。アジア人差別の一端じゃないかな。これでブライトンの CL が遠くなったのがほんとクソやで。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。